してるよ、ベイビー。あやかし。Just 100 years。100年前にはね、こうしていたんです。100年後にもこうしているんですね。そんな中からお届けします。今日の、ベクトル美人派と題しました、あやかしさんのケオス TV と混沌鏡。混沌とした鏡の中からお送りいたします。あやかしさん、細田のナルセルと。今日の特別ゲストは、澤田明日香。お願いします。はい、すごいな、琵琶湖で取れた青年がいらっしゃってくれて、わざわざ滋賀県からね、滋賀にも駆ける勢いでいらっしゃっていただいて、大変だったよ。大変だったな。人生初中央線ですよ。生まれてよかったね。こぶつくって。え、どうしてここも年末に転んだところ、あのカメラ守って、ひどい顔してたし、フェイスブック上がってたでしょ。こうなりました。そうなんだよ。酔っ払うと赤くなります。あ、そうか、カメラを守って。そう、カメラだって体は治るけど、カメラは治らないでしょ。お金かけてあげないと。体ほっといても治るじゃん。カメラ治らないからダメーと思って、こうやってこっからガーそうだったんだ。体張りました。すごいびっくりした。ありがとうございます。美しい顔だよ。で、今日のねテーマですけども、ベクトル美人派で、これはあれ、私は前からつけてて、これはあの土方歳三の暗黒舞踏派の向こう派ってつけた名前なんですよ。ベクトル美人派、この青梅のひとひそ館っていうのも、土方さんと元吉さんが入り込んだアスベスト館を感覚骨合体して名付けた名称なんでね。この一人一間で繰り広げるベクトル美人発祥、今日皆様、世界中の皆様、どうかご堪能ください。 Just enjoy it! Okay, have a fun! This is great! We are so amazing grace, yo! Hey, yeah, yo! Public system, yo! Fight the power, right? で、ベクトル美人派とは何なのか。ベクトル Beauty Party! What's up? ベクトルっていうのは方向と力。全部方向と力でできてるの。存在は、意識は。OK? だから偏りがあって叱るべきなの。中庸とか中立とかニュートラルとか。いいよね。それは一つ基本としてあるんだけども、それ自体がいつもいつもダイナミックに動いておくってことが大事。そうならざるを得ない。定点はありえない。No, nothing. Zero. It's a illumination. 幻想な。ゼロ自体が踊ってる。それが体だ。で、ベクトル美人派だ。方向と力を持った意識、宇宙、それ、そのものが素晴らしく美しいっていうことね。それを自覚すること、自分のものとして捉える、宇宙を我が物として、俺が俺がと、わがままでいい、それが自己即興。 Selfish universe Fight the power Fight yourself, right? Fight power, that's it, yesまあ、そのベクトル美人派を看板女優の澤田明日香さんに来ていただいて、で、ベクトル邁進ね、明日香ちゃんがやって、真央ちゃんも、細田真央ね、真央ちゃん神ですね、神です。で、ただの神じゃなくて真央神なんでね。で、私は総帥です。いいとこ取りなんで、ごめんよベイビー、愛してる。術師じゃないですよね。術師はまた来週の水曜日に。忙しいんだよ、私もに。いろいろ忙しくて、まあ、コロコロ変えてるから、達人人格だから。で、モスリムにもなるし、ブディステルもなるしね、ムスケラにもなるし、トルイスにもなってね。まあ、忙しくてね、しゃあねえけども、まあ、楽しんならいいかよ。どうしよう。琵琶湖だね。で、琵琶湖っていうのは、日本で一番、
でかい淡水湖、淡水湖で、さっき始まる前にちょろっと言ってたけど、琵琶湖ってのはすごい古代神話において重要な位置を示してる、ポイントなんです。それこそ氷が多いの、氷スポット。琵琶湖自体が神話でできた湖だっていう言い伝えもあるじゃないですか。あそこ携帯学的にもさ、日本のさっきの龍に捉えるわけで、ドラゴンに似てるわけで、で、あの琵琶湖の位置になると、なんかへその場所というか、地球の場所というか、中心点というか、すごい意味深い場所に本当あるんだよな。で、あの格好もさ、なんかヒルメイケンだよ。俺たちがヒルコを作ったやつだからさ。ああ、ヒルの虫というかさ、ペローンとした形ね。そうそうそう。なんかすごいまだ解明されたら奥深い謎がある。形からも、音からも、現象も。生きてるってことの不可思議さだよ。分かってるようで全然分かってない。そこはすごく喜ばしいことだよ、ね。だから悩む必要もない。No future. No problem. Don't worry, be happy. OK? まあちょっと自尊心も絡んでますけど、そこね。はい、どうですか、今日はバッチリ決めてきて、まあ、美しい朝日焼けちゃうな。そうそうそう、そうそうですね、バニラムーン一緒にこう写真をこう iPhone で撮っていただいた時の、ゼロの雫だったね、あんたから忘れてます。ゼロ、ゼロ、ゼロドロップ。で、ゼロの雫とか、なんかあの、このテレビで、合気道でさ、田島さんともお話したあの、無の螺旋っていうのと、つながってるのよね。ゼロとか無っていうのは、俺の中でも同じことで、それが、それ自体がこう、動いてる、それ自体が踊ってるって、すごい不思議なの。それであの体って俺はよく言うんだけど、体ってものもまたゼロは空っぽなのね。これ器、これも体だね。体、器なのね。レクイエム、メルツバウ、マスマーデ、ミートイズマッド。これはあのビーガンなんで。ワイン。ビーガンシーズン。今日はワインを飲みながらやるっていうことなので。アイアンメイティ。アイアンメイティ。私のワイン、私もワインがいい。あ、そうですか。失礼します。じゃあ二人でグラスが。でね、ビーガンチーズをちょっと作ってきたんですよ。ビーガンチーズ。マオさんもビーガンチーズとはどういうものですか。あのね、これ2種類あって、こっちのこの四角いっぽい方が映りますかな、はい。これがね、あの私がいろいろあの。クックパッドとかいろんなレシピを参考にして参考にして、で、あの自分のレシピを作ったチーズで、これかなり本当にチーズに近い、うん、美味しいわよな、うん、あのね、私チーズダメなんだけど、これいただけるのは美味しいわ、ね、美味しいでしょ、なんか素晴らしいわ。豆乳マヨネーズ、でも豆乳マヨネーズを加工したもの、人間は殺してもいいわよちょっと探してくれる、私も、はい、ごめんなさい、女子座で私今日行くんだ。まあいや、レシピはあのフェイスブックのあのビーガンな食卓をご覧ください載ってるんで。まあ改めてビーガンについてね。ビーガン、ビーガン。テレビやりますね。すごい、でも簡単な、単純に言うと豆乳マヨネーズから、うん、あのこうそれをもう一工夫してチーズにさらに近づけた感じ、うん。豆乳マヨネーズ自体がかなりもうすでにチーズに近い食べ物。それ発酵するのね。うん、だからね、発酵っていう意味でもうちょっとこう進めたいんだよね。あの発酵っていうのがやっぱりそれほど豆乳とか豆腐とかもそうだけど、発酵そんなに発酵してないでしょ、うん、そうそう、うん、だからね、まあ、ニュートリショナルイーストっていう酵母を入れちゃうことで、うん、こう発酵した味に近づけちゃってるんだけど、酵母、うん、ね、発酵だよ、酵母だよね、そうそうそう、パン
とか天然酵母と同じような理屈でブクブクさせるみたいな。じゃあその発酵っていうのも凄まじい不可思議な現象でさ、うん、本当はね、うん、そうなんだ、味噌もそうだ、そうだよ、そうだよ、酒もさ、うん、非常に不思議なんだよ、すごいよね、昔からそういうことをさ、人々がずっと連綿と続けてきたことで、そう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 、フェイスブックに TGG? あ、豆乳グルグルヨーグルト同好会っていうのがあって、あったあった、そこのメンバーになったら、うん、そこの人たちがすごくって、もう発酵のプロなので、うんうん、なんかね、もう本当にすごいの、なんか、発酵って英語でなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、なんだっけ、わかんない、うん、発酵のプロ、ね、本当にすごくて、あの職場の冷蔵庫でリンゴを発酵させてみました、うん、発酵リンゴ、うん、すげえ、光ってた、あれだってさ、周り全然変わんないでしょ、中からこう順に順にこう、うん、なんて腐るんじゃなくて発酵していくんだよね、うん、本当にね、そうなのかな、うん、なんかね外側はね本当にちょっとシワシワになってるけど、うん、そうそうそう、綺麗なピンクなの、うん、中身はもうドロドロだよね、うん、あれね、すげえな、え、ドロドロ、なんかさなぎみたいな、なんかドロドロっていうかシワシワの、まあドロドロ、なんかあのでも腐るんとまた全然違うんだよね、うん、違う違う、さなぎだ、不思議よね、だからあのその酵母を使って自宅でこう天然ソーダができるよね、アップルサイダーとかさ、本当にアップル果汁をそのままあのうまく酵母の力を借りて置いておいたらブクブクが、あ、そうなんだ、そうできるから、そうそうそう、トランスフォーメーションする、メタモルフォーゼする、私時なんかハマって酵母の本とか買って、そうそうそう、私もだからパンを焼くときにそのなんか天然酵母とかを作るのに、季節のもので手に入れるものでできたら安上がりじゃんと思って、それ一番いいよね、旬なもので、あのこれからだったら梅ね、梅を使って酵母を発酵させると、いいね、プラムブレートいいね、すごい、あ、全然癖がなくて、しかもものすごい力のある酵母ができましたよ、塩梅でね、そう、塩梅ですよ、え、すごい、じゃあパンもみんな自分で起こした酵母で、あ、でも今は、今は違う今パネトーネマザーそうなんだ、そうそうそう、パネトーネマザーっていうのは酵母ね、天然酵母に近いよね、イタリアのコモコの土壌の中から見つかった酵母に少しだけイーストを加えて力強くしてあげた酵母、あ、そう、面白い、香りがよくってね、それで焼き上がったパンはすごく日持ちがするんですって、うん、であのイーストはどうやってできたか知ってるか、なんかナチスが開発したよく知ってる、そうなんだ戦争時代ね、食い物がなかったから、うん、戦士たちに、うん、兵士たちにね、あの栄養のあるものだから、あのほらイギリスで食べてるあのなんだっけ、マーマイット、あの茶色のドロドロとしたスプレッドみたい な、うん、なんかお味噌みたいな味のするこう、うん、塗るやつ知らない、あれがそうなの、イーストを発酵させて、その沈殿物から作ったもので麦芽イーストなのね、で、あのそれがまさにその今ソスが言ったやつで、すごく栄養分の塊で、そればっかり食べてた兵士はやっぱり元気だったんだって、そうそうそう、イースト菌もいいんだよね、いいんだよ、そうだからそのマーマイストはそれがあのオーストラリアに行って、なんだっけ、またベジマイトとかに名前があって、ビーガン御用達の調味料になってる、ガンジーが好きだよ、日本のお味噌みたいな感じ、うん、そうそう、面白い、そうなの、うん、なるほど、面白いね、面白いね、面白い、つながるね、つながる、つながる、つながるね、で電子レンジもナチスの発明じゃなかったっけ、へー、あれもなんか別にあの殺人兵器として開発したんじゃなくて、うん、人殺せるけど、そうそうそう、でもあのただ単にこう兵士に、猫も殺せるけど、うん、ダメダメ、入れちゃダメ、あの兵士にこう単純にあったかすぐに食べ物を効率よく温めて供給できるようにっていう、鋼材があるんですよ、なんでも、まあ、だから戦争はさ、本当いい意味でも悪い意味でもいろんなものを生み出すよね、私が今日今も読んでる本がちょうどそのね、あの医学の発展とセレンディピティみたいな本で、うん、すごく面白い本で、それはあのどうやって人がいかにして、抗生物質を手に入れたかとか、そういう歴史が書いてるんだけども、世界中の土を集めて、うん、その中からこうカビをね、カビとかあの放射菌っていう菌を培養して、うんうん、どれがじゃあ菌の頃に、結核菌の頃に殺すかっていうのをやるんだけども、やっぱりそこには戦争時の力が働いて、うん、あのやっぱり戦争だから国が認めたらお金をどんどんつぎ込めるわけですよ、うん、そこでもう莫大な軍事力のそのお金を使って、うん、世界中からもう資料を集めて、研究者たちが研究して生まれたのが、うん、あの
今私たちが使ってる抗生物質だったりするんですよ。ああ面白いなアスカ。だからねやっぱ一概なんか戦争はもう 100% 悪だじゃなくてやっぱりねいいところもね少し怖えアナーキーだアスカ。私も戦争今起こったら嫌だけどでもやっぱり、うんこのインターネットとかもやっぱり軍事通信とかから、ね、いや、right. 発達したものでしょ、yeah, you're right. ね、だからね、100% 私は否定はできない。すが、ベクトル気違い。ちょっと人とは違うと思うけど、ね、だからあのマンハッタンプロジェクトもなんか核とかの開発とかだけでこう光が当てられるけども、実はそのお薬の、あの作るっていうプロジェクトもそのマンハッタンプロジェクトには含まれてたんです、そうなんだっていうことを書かれた本を今読んでて、アスカちゃんいいね、なんか今日つながるね、バッチリだね、すごいね、すごい大事だねこれ、よかった読んでて、It's so important。 あほで今日アスカが来たっていうのはアスカちゃんは本屋の店員でもあるんだよね。そうなんです、で一応、はい、もうすごいカメラマンでもあるの、ね、二足のわらじだね、そして計算部だよね、まあそれはちょっと待ってよ、それ本の話をした、本の話、本って本の話してくれたから、はい、今日は本の話をしたいなって思う一方でさ、うんうんねうん、で本っていうのは俺にとって本っていうのはまず白川静香から松岡聖吾が稲垣来たと思うんだけど、で白川静香っていうのは漢字学者で、中国人が中国の漢字学者アカデミズムがびっくりしたとんでもない人物で、で日本もあまりにもすごくて、白川静香のセンスとパワーはあまりにもすごくて無視した、しかとした、で中国側からこうやってきて、その波及がウェーブが改めて、で日本人も認めざるを得なかった、まあ、その中であの最初に認めたのが松岡聖子みたいなもんで、で白川静香は松岡聖子から知ったんだけれども、タルホも松岡聖子から知ったのね。で松岡聖子ってのは何者かっていうと、龍樹っていうインドの僧がいたんだよ、ナーガールジュナっていう、今大乗仏教っていうの、あの南無阿弥陀仏とか、その症状に対する大乗、症状に対する大乗、それは全部救われて叱るべしだっていうブッダの本来の教えを体系化、初めて体系化した男なんだよ、でその男になぞらえてるの松岡聖子、現代の龍樹なんだ、俺は常々言ってるんだけど、松岡さんはシカとしてて、聞いてるかてめえこの野郎、おいぼれ、まあいいやそんなことはね、世界中の男に喧嘩を受けるから、ざまにやろうな、怖い怖い、俺が世界一だこの野郎、買ってくれないけど、毎回買ってくれない、誰も買ってくれない俺貧乏だもん、うまいねうまいね、マオさん、うまいね、いやー、慣れた今の、さすが、さすが、それがベクトルうまいし、ステージが違いますね、ステージが違うね、言うとなんか薬、あ、それ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 こそコンセブン、なんかうまいからね、ストレットだし、そうだよね、でも何でも殺しちゃうって意味ではそうか、ズキュンだよ、ほんと、あ、そうなんだ、ねえ、マリナちゃんのコメントに殺してやる、いやマリナごめんね、怖い菌を殺しちゃうよ、もう、マリナちゃん大丈夫、彼女、大丈夫、できてるから、マリナら術師と魔女も第二弾やるから、サキちゃんもやるからね、もうモテモテ術師、まあいやいや、そんなことより言いたかったのは、その松岡聖子ってのはそういう意味で現代の最高の知者の、これ大事なことで日本、両方日本ね、でな、まあナガルジュナは中国、インド人だったんだけど、でもう一人の稲垣太郎、こいつはあの物書きね、小説家で詩人で、すげえ SSとで、これもみんながびっくりしちゃって、今までの日本になかった文学を創出した男なんだ、この3つが、俺の中で本っていうと必ず蘇る呪文みたいなもんで、で、あれ白川静香って男は本とは何かって問われた時に、読むものだって答えたのね、これもすごく奥深くて、ミロード・グレーブスっていうドラマがいたんだけど、彼が、いたっているんだよ、まだ生きてる、彼が音とは何だって聞かれてさ、で俺、Sound is music is listen って答えた、でその時ミロードが打ってうなずいたんだけど、周りのやつらがそんなの当たり前じゃねえかって顔したのよ、
それをじゃあダメなの、うん、本当にこう基本的なことはなってないのが今の文明人だから、うん、一番基本的なこと分かってるようで分かってないことにこう邁進、それこそ邁進するか邁進が今日は邁進だね、そうそうそうテーマだね、うん、突き進んでいくのを、うん、そのベクトル美人っていうのがまたここでつながるけどさ、分かんないものに対して突き進んでいくの好奇心、ベクトル美人っていうわけね、うん、あなるほどね、あえてね、それいいとか悪いとかよ、うん、じゃなくてそんなどうでもいい、うん、そうなっちゃうしょうがないじゃん、私これが私なの、うん、まあ、優位が独尊って、うん、いやそのわけのわかんない未知なるものに突き進んでいくということに、なんで美人っていうのがつくんですか、それは俺は美しいと感じる、それを美しいと感じるなんて素晴らしいな、うん、それはすごく美しい発想だよ ね、 そうだね、うんうん、大好きなんだよ、うん、でいろんな体形が違うわけだから、うん、それぞれ違うわけじゃん、俺がやることとあなたたちがやることと、うん、同じことをやってても違うわけじゃん、うん、そこがまた面白い、ね、うん、だから自己即宇宙ってよく言うけど、うん、全部違う宇宙で、だからみんな違っていいっていうのもそれだし、うん、だからこそワンネスっていうのは、うん、ものすげえでっけえ概念なの、うん、ワンネスだとかそのホールネスだとか、うん、みんな一緒で素晴らしいっていうさ、うん、簡単に使っちゃうけど、うん、実はとんでもない、うん、そうそう、うん、ことなのに、あれ簡単に言っちゃうから嫌なの、すごいな、バッケモンっていうかさ、うん、なんて言ったらいいか、凄まじい出来事なんだよ、やっぱ生きてるってことは、うん、だからこのテレビをケイオスミラーって名付けたのね、ケイオスミラー TV と、うん、混沌とした、うん、鏡なんだよ、もう俺はもう簡単に、うん、今日のアスカでも本当はアスカと二人でやるつもりだったけど、いや誠も、あいた気持ちはダメです、真央さんがかなり本気で入れましたね、うん、はい、話を元に戻しましょう、なんだっけ、ケイオスミラーの話、ケイオスミラーのね、ケイオスミラーでこうベコベコになったボコボコに殴られた鏡がない5階から飛び降りて、あ、ほら、まあいいや、とにかく混沌としたものがあるっていうことね、体にはどうせこうすっきりしてなんかできっこないのよ、みんなこうすっきりしたいとか気持ちよくなりたいとか楽しいこと心底暮らしたいとか思ってらっしゃるんだけども、こんなのありっこないっていうのを俺は最初に、こう甘い汁吸ってるのは味の素だけで全部嘘なの、嘘でできてるってことをちゃんと思い知る必要があるのよ、とことん見つめれば闇しかないの、存在ってのは、土方言って闇ってのはあまりにもまぶしすぎて目が潰れてるんだよ、うん、目が未開の状態で見開かれてると、あ、文明人の在庫だよ、なっちゃいない、全くなっちゃいない、いいか、本気で生きることだな、できるか、あんた楽しくね、そう、うん、本気で生きてれば自然に楽しいの、どんなことだ、どんなに悲惨な状態においてもそこには楽しさという芽が芽吹いてるんだよ、こうたま卵のこの中で敗退してるものがあるんだよ、うん、光が、小さな光が時々見えなくなるんだよね、それさえね、そう、うん、で見えなくなってもいい、うん、いいんだ、見えるとか見えないっていうのはそんなに大した差ではないんだよね、そうなの、うん、あのほらさっき男子がめぐらって読んだって話をちょっとしたけど、うんうん、この間もちょっと言ったけど、そのめくらっていうものに対する恐怖ってのは文明人はいかばかりなものかね、うん、莫大なものがめくらだったらもうそれでおしまいだと、
もうそれだけこう視覚の王国に生きてて、その視覚の王国の奴隷になっちゃってるわけや。でもそういう人たちはこう第3の第2第3の目を持ってっていうよね。そういうこと。やっぱり人より引いてた感覚を持ってて、そういうこと。すごくこうどこかに研ぎ澄まされた感覚を宿してますよね。そう、そう、うん、だから俺たち文明人はこうそういう感覚がさ分裂してるわけよ、うん、専門家になっちゃって個別化してるわけよ。視覚、聴覚、触覚、味覚な、そういったもので、そのいわゆるなんだ、第三文明のアボリジニたちだとか、うん、インディアンだとか琉球人だとかアイヌ人だとかいうものたちは感覚はまだ複合されている状態にある。動物に近いものがあるわけ。それこそがそのさっき言った和合性というかホールネスというかワンネスっていうか、こう、こううまく機能が機能として成り立ってるわけ、うん、だからホテントット人とかにさ、うんうん、人間ってなんだとかさ自然ってなんだっていうか西洋人が聞くわけよ、うん、そうするとみんなこう怪訝な顔してさ、お前ら何言ってんだ、そういう概念がないからね、うん、なんで何言ってんだって顔して、うん、バカにしたような顔つきで、人間ってのは俺たちだ、うん、自然っていうのは俺たちのことだ、うん、ちゃんと言うわけよ、うん、これどの部族もそうやって言うんだよね、うん、分かってないのは西洋人だけ、うん、で西洋人に毒されてるこの俺たちの日本人もみんなそう、みんな病気、薬飲んでね、かわいそうに飲んでます。飲んだら余計ひどいことになりますからね、うん、ジャマイカ行ったでしょ、行った行った、うん、でラストファーライの一番有名なボブマーリーがさ、うん、マリファナのことをハーブだって言ったわけじゃん、うんうん、神の草だって、うんうん、で別にこうなんていうのかな、ドラッグっていう観念じゃないのよ、うん、彼が取られたの、ね、うん、でそれを勘違いしてるやついっぱいいるんだけども、うん、で日本もまた朝の文化で GHQ が入って禁止になっただけの花、浅い歴史がある、うん、その奥深い歴史の中ではさっきの琵琶湖伝説にも含まれてるような、こう深い知恵がある、人知を超えた、うん、人知を超える、人知を超えてるのは体だから、これ脳みその一部分だけだよ人知って言われてる、うん、それがこの文明作ってる、うんうんうん、だからさっきアスカちゃんが言ったその戦争の功罪もあるわけよ、うん、こうした文明の功罪もあって、うん、こうしてテレビが映る、うん、世界中に放映されて、まあ、楽しめるわけだから、うん、その中でこう両方地獄も天国も一緒にあって、じゃあどうしようかっていうといいとこ取りする、地獄のいいところもあるだろうと、天国のじゃあ逆に悪いところもあるかもしれないみたいなさ、まあ悪いところは別に言ってる暇ないんで俺は、だから美人綺麗なものとか可愛いものとか、とかこう怪しいものだとか、うんうん、わけのわからないものの方へ向く思考があるんだから、うん、こう思考っていうのはベクトルでもあるし、うん、あのテイストでもある、うん、あるいは、まあ、方向っていうよね、うん、ベクトルのこと向きで方向っていう音には匂いの方向もあるし、うん、あれはさまようっていうのも方向だよね、あるいは宝、宝でも幸いと書いても方向と呼ぶし、まあ日本語っていうのは奥深いものがあるよね。カメラっていうのは何なんだろうね、このオブジェは。カメラ？カメラは何だろう、光を捉えるための装置、でネガとポジターあるわ。ああそうだね、これデジタルでもネガとポジターあるわ。デジタルはでも光をそのまま記録しちゃうから、じゃあアナログとは全然違うな、またちょっと違うけどね、でもやってることは一緒で、いかに光を取り込んでくるかっていう作業だから、いかに光を取り込むかか、じゃあそこには闇が前提としてあるわけだな、そう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 、うん、
よね。それが面白いんだよね。だからこう写真を撮るっていうのはこうなんか光をちょっとカッコつけちゃうとこう光をコントロールするみたいな感じで、光をこういかに操るかそういうことだよな、っていうことで、うん、と思ってます。で俺は闇っていうのは母で、うん、光っていうのは闇が生んだ子だと思ってるから、うん、闇っていうのが圧倒的なでかいのね、うん、いやまあブッダが闇だとして、うん、その闇の中で遊んでるのが孫悟空みたいな、うん、光なのこれ、うん、ちっちゃい存在なの、うん、光ってまだ生まれたてっていうか、うん、圧倒的にでかいのが闇で、うん、でその闇を凝視せよって言ってやってきたのが土方辰巳で、うん、でそれを俺はそれを受け継いでるわけ、うん、闇を凝視せよと、闇ってのは最初に田中泯のところにいた時に、うん、初めて闇を体験して、うん、今は怖かったんだろうな真の闇が、うん、えそれはどういうふうに体験したんですか。ね、山奥で、うん、山奥っつって八王子の山なんだけど、うん、でちょうど曇り空で夜で真っ暗だった、うん、で人家の明かりもないし、うん、こうそれで肝試ししようっつって、うん、どこやらまで行って戻ってくるっていうことをしたのね、うん、でその時にとりあえず、うん、人家の明かりがあるところから一歩プッと踏み出したら真っ暗になっちゃって、うん、こう思わず怖くて俺はしゃがんじゃって四つ足で歩いたっていう記憶があるんだけど、這わされたっていうかさ、でその時に目の前のものを見たんだよ。そしたらこう色がいっぱい見えてさ、で黒っていう色は色の集合体なんだなってその時初めて。それすごいわかる、うん、わかるわかる。だそういうことも含めてこう闇が全部こういろんな色を生んでるんだなって、うん、こうした景色もさ、うん、闇の産物だなって。そうだから闇の中に光が当たって初めて色が分かるわけでしょ反射して。闇ってね本当すごいよね、うん、偉大だよね。偉大、うん、偉大なの。この宇宙も行ってみたらどうなるか面白いところなんだけどさ、うん、実際どういう風に見えるのかさ、うん、だってそのさっき総帥が体験されたその漆黒の闇もさ、私もあの故郷の山奥に行くと本当にもう何もないところに出くわすんだよね山奥の、うん、でそこでこう車を止めてライトパンと消しちゃうと、うん、もう本当に光一つない真っ暗なんだけど、そういう時になんか黒っていうのは本当に私たちの想像してる黒色じゃなくってなんか色があるんだよね。あの闇には闇の色があって、なんか遠近感も何もない不思議な感覚の、うん、本当にこう闇の色としてそこに広がってるじゃないですか。なんとなく明るい気もするし、いやでも黒いんだし、でもどこまでが奥行きでどこまでが手前なのかも全然わかんない。本当になんか人間の磁石がもう完全に狂っちゃうような色の中にこうポンと置かれて、私すごいそういうところでボーっとしてるのが好きだったんだけども、でもなんかそのうちこう自分がそこにこうヒューって本当に吸い込まれちゃう気がして怖くなっちゃって、で私結構闇イコールこう死の世界みたいな私はそういう感じでいるんだけど、でプラスかつ私は人間の性っていうのはその死の中にぽっかり浮かんでるものだと思ってるのね、うん、そう真っ暗なその闇の中に一人一人の命っていうのはなんかこうシャボン玉みたいにプカ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 浮いててポンと出てきてまたポンと通りあの消えちゃうみたいな、でまた闇に戻っていくみたいな感じなので、私は常に周りが闇だと思ってて面白い、うん、だからねそういう闇の中に身を置くと自分がそういうところになんかスーッとなんかもう行っちゃいそうな気がする。それでなんか最後怖くなって、うん、ああダメだってこうライトつけたりとか。なるほど、うん、面白い。あのホドロフスキーのリアリティのダンスの中でさ、うん、少年がホドロフスキーの少年時代の役をやった少年が、うん、闇に飲み込まれるっていう泣くシーンがあるんだけどさ、どっかこう恐怖心が生理的にあるんだろうか、うん、闇っていうイコール死っていう、うん、まあ、こう違う言葉で言えばわけのわからないものへ連れて行かれそうになる不安というか、うん、
恐れというか、そこが一番大事なところなんだよ実はな、うん、それをクリアな意識でどれだけ対峙できるか、うん、ってところが勝負どころなんだよね。だけどすごい憧れる時もあるんだよね、やっぱりこう状態によってはさ、うん、なんかその本当にもう闇の中にこうポンと身を置いてしまいたいってすっごいふっと思っちゃうことがあって、ちょっと危ないのかもしれないけれども、うん、では危ないその危機っていうものさ、土方さんは危機の要請ってよく言ったよね、危機を要請すること、うん、あ、要請するって、そうそうそう、招き寄せるってことね。で、三島由紀夫さんがさ、土方さんさ、いつも不思議なこと言うけど、その時に危機の要請って言って、それは何かって問うたんだって、そしたら立ち証言する男の後ろ姿って土方さんが答えたっていうのを三島さんが書いたんだけど、でもまあ俺は男だからよく分かって、立ち証言してる時って無防備で、まあ女性にはちょっと分からないかもしれないけどね、そういうのは男と女でそういう違いもあるし、ちっちゃい時したよ男子の真似とか、それってやっぱり両方いいところがいいよね、さっきの闇も光も戦争も戦争もね、いろいろ考え方一つでベクトル一つで美しくも醜くもなれるの、それが意識なの。善も悪も全部自分が生んでる、それをケイオスミラーって言ってる、この世界は全部自分が生んでる、どんなに嫌なこと、くだらないこと、素晴らしいこと、全部自分が生んでる、全部 You born yourself, right? Your universe from you to youユーストレイ生放送でございます、ね、はい、亀、これ吉田芳恵が大事にした亀、先ほど吉田さんからいただいたものでね、不思議なオブジェですね、これ異様な状態ですね、これどうしてこんなに歪んでるの、木でできててね、トゲみたいになってるの、うん、で俺たちは何気に使ってる漢字も中国から来たもんで、で中その漢字の成り立ちっていうのはこう亀の甲羅を焼いて、うん、その占いの所作のなんか亀裂、その奇跡ね、ありよう焼いた後のありようの形からできたもんだともされてて、まあ意味深いものね、神話ではその古代神話で世界を支えているのは亀だと、ベクトルストレプスマイシンが今撫でておりますね、亀の頭といい尻尾さん、このお腹の方がまたなんか素敵ですよね、変だよね、なんかその自然のさ、なんかこの木の剥がれたとこ、ウロとかそういうデコボコをそのまま使ってる感じで、元々の形を生かしたっていう感じが、そのまま生かしてる、すごく、そう、それにしても変だな、怪しいなこれ、なんかでもまたこの色ツヤがさ、すごくこうなんか経年、うんうん、そうね、年月の感じとか、そのすごく大事にされてたっていうのがすごくわかるよね、綺麗だよね、ピーだよね、ピーピーだよねそれピーだけど、ほんとなんかこの甲羅は見れば見るほどなんか変だよ、これもだからもともとの木のデコボコなのかな、んじゃないかな、だってこれ掘って作ったデコボコにはちょっとね違いますよね、もともとこういうブツブツがある木の表面を触っていいですか、あすごいなんか丸みがある、でも面白いね、吉田芳恵が4年が触って丸くなったな、ね、そんな、でもそういうツヤがありますよね、これね、ほんとね、うん、妙にこれだけリアル、これだけ恐竜とか蛇とか、うん、爬虫類とかさ、亀って不思議だよね、なんかあの実家にもいるんだけど、ゼニガメが、うん、あのすごく
爬虫類って言ってもヘビとかって違う感じするじゃない、うん、トカゲとかとなんとなく、うん、そうね、うん、すごい可愛いんだよねあのさっきの好奇心の話してたけど、うん、好奇心が旺盛だと、うん、こう部屋の中散歩させるとすごくあちこち見に探検、そう探検始めるの。ああそうなんや、うん、でこうなんかちゃんとこういろんなものを見て驚いたり面白がったりしてる表情がちゃんと分かって、ニヤッと笑うカメ。そうそう、なんかカメってすごく懐くんでしょ、うん、なんかね膝に登ってきて可愛い、うん、へえ、ねカメ、あのガメラがね、うん、好きだったんだよ。大映画でガメラ、ガメラあれをこうカメこの甲羅だけになってさ、うん、で首も尻尾も足も引っ込めて、その引っ込めた穴から火吹き出してぐるぐる回転しながら宇宙の果てから地球にやってくる怪獣なんだけど、あのやってくる様と帰ってくる様がかっこよくてさ、少年のガメラガメラガメラ回転する球体なの。コーラはね不思議なの。そうだね、コーラってすごく不思議ですよね。うん、でも単純に一番長生きな生き物なんでね、うんうん、ダーウィンと会ったことがあるカメが最近亡くなったと。へえ、うん、そうなんや、うんうん、まあヴィーガンになればね300歳まで生きられますんで皆さん長生き、あなんか中国のねおじいさんが240何歳人殺してもいいから動物は殺さないように、おじいさんが言って、おじいさんが言ってなんか漢方医だったんだよね。で武道家ですね。で武道家、武術、武道家、そう、武術家なんで体の使い方だよ。そう、気候に、気候にも、うん、気候にもあれ。え、じゃあ真央さんも素子もいけるんじゃないですか。でもなぁ、まあ俺は不死身だけど、まあでも悪い意味で不死身だから、なんか出して500歳ですみたいな感じでこういつまでも踊り続けるとか、そういう人生です。なんだろう、でもその人さ10歳の時からもうビーガンだったんだよね、うん、10歳でもう山に入って薬草を取り、え、真央さんいつからですかビーガン。私まだ1年半ぐらい。ああそうなんだ、うん、ははは。総帥は、え、俺はまあ生まれる前からビーガン。あ、生まれる前チーズも牛乳も嫌いでね、うん、バターも嫌いだった。なぜか嫌いだった。でもなんかこの間肉食ってるの見た居酒屋で。あ、いや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 、ピーテンペミートってことにしときましょう。テンペテンペピー食うんだ肉。人肉はもう好きだ ね、うん、ね、そういうことにしときましょうね。裸をさばいた胎児の刺身が最高だね。あ、でもそのそうだ、食べた、あのあれルイベルイベにしてるとか言って、タイじゃないけど、あの台湾食べたんだよ、うん、でしょ。なんか前そうやって、私食べたよ、もうそう食べたね、自分の台湾。そうだね、自分の台湾。奥さんの台湾。じゃあ違う、友達の。あ、友達の奥さんの台湾。その時は知らなかった、まだ奥さんがいら逃げられちゃったどうでしょう、そういう話じゃないでしょ。それじゃなくて今日台湾のルイベだよ。どんな味がするんですか。あのレバー、もうママレバー、生レバー、ユッケ全然臭みがない。ユッケ、ユッケ美味しいの。でもね、そのね、うん、その女の人の持ち主の食生活によって味が違う。だよね。で、私その頃、うん、まだ肉食だったから当然、うんうんうん、マクドナルド。だからユッケの味だったけど、うん、その隣でね、私と1日違いで出産した女の人に、うん、聞いてみたらどんな味だったって聞いたら、うんうん、私のは白身魚なんだ。そうそう、ビーガン。ビーガンではないけど、うん、お肉はあんまり食べない。食べないって。すごい、白身魚やっぱ淡白な味になるんだね。なんかあのおならの匂いとかも違うっていうね。違う、肉食の人とそうじゃない人と全然違うって、臭くないって。あのさ、白人のやつらと付き合ったことあるけど、うん、やっぱ獣臭いもん。あ、そうなの。本当に。なるほどね。あと日本人でもたまーにいるんだけど、うん、あのこういう、うん、マッチョなやつで、うん、ね、たまーにいるんだよ、こう獣臭いやつ。でもめったにいない。汗臭くなりやすいんだよね。いや、肉食だとね。まあそう、まあそうだけど。油がやっぱり匂うんだろうね、うん、あれね、そういう。異様なやっぱりね。うん、だってビーガンの老人って加齢臭ないもんね。
大体ね、加齢臭っていうの自体も最近の言葉でしょ。だってあれってなんか体から出るその皮脂とかが酸化して臭くなったりとかするんだって、うん、もし良質な皮脂とかが出てたらそんな臭くならないっていう話だよ、ね、そうそうそう。だからこう何十年食べてきたこう肉とか動物性のものが、うん、やっぱりこう出るんだよね。そうじわじわと出ないと死んじゃうから、ね、お前ら食ったなみたいな。そうそうそう、怖いよ、お前人肉食ったなおめえ光ごけいやいやいや、人肉食って何があるの。佐川さん、わかんない。まあ、例えばあの夢枕幕でも何でもあの人も書いてるけどさ、最なんか究極の愛の形、セックスの形は食い合うっていう。あのなんかね、火付神事っていうね、うん、あのなんだろう、筆下ろしの書と、うんうん、筆下ろしって言っちゃいました。大丈夫、わかりますか。計算もお筆先だよね。そう、もっとなんかそれ。タオル殴られるの？いや今のは別にあの、うん、いやまただってまたあの無駄打ちとかさ、術師と魔女とか言い出しちゃうからそういう話聞く。いや違うよ、殴られちゃう。違うの、あのね、今のまた突っ込んだ。私が5階の窓から飛び降りたじゃん。それでそれ27の時なんだけど、うん、それでそのね、飛び降りたビルのすぐ近く、もう歩いて1分ぐらいのところに鳩ノ森神社があって。っていうのがある、うん、あったのね、うん、今もあると思うけど、うん、すごいご神木があるところなんだけど、うん、そこのね、なんか神主さん、うん、はね、戦争末期、うんうん、太平洋戦争の末期頃にのそこの神主さんが、うん、突然もう戦争終わる直前に神がかっちゃって、でこう筆下ろしじゃなくてお筆で、ね怖いもんなしです。さすが邁進。でもね、書かないとね、腕が痛くなっちゃって、書かないと腕が痛くて、やばいね、もう耐えられないので、うん、書かされてたらしいんだけど、うん、それ何の話だっけ？その話。そう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 、要するに日本人は四つ足を食ってはいけないっていう、うん、そういろんなことが書かれてるんだけど、うん、そのもうこう向こうから降りてきた言葉。うん、で戦争に関してもね、うん、もう戦争の末期だからいろんなことが降りてきたらしいんだけど、それ食べ物に関して日本人は四つ足を食べたらいけないと、うんうん、で魚はいいって言ってるらしいよね、うん、そこではね。でそれで、ね、その本来食べることっていうのは大歓喜の体験だった、うん、yeah, right. その Great pleasure. 食べる側も食べられる側も Great fun. その歓喜の体験なんだった、yeah, right.だからね、まあそう、うん、食べられる側も歓喜っていうね、そう、それがちょっとすごく印象的なんだよね。ブタのウサギ。うん、だからやっぱり哺乳類は食べられたくないだろうからね。だよね。食べられたい、まあ。だよね。よっぽどだよね。うん、そう、脊椎動物。そんなわざわざ家畜になってまでね。バカ野郎。マクドナルドになってまでね、食べられたい哺乳類。何だよ、てめえ、この鬼畜べえ、ほら。哺乳類って脊椎動物、うん、まあ昆虫わかんないけど、昆虫ね、うん、脊椎動物になると食べられたいやつがいるとはちょっと思えない、うん、ちょっと思えない。野菜がまな板の上で切るとき痛がってるかどうかっていうのは私わかんないんだけど、いや俺はわかるんだけど、それでもやっぱり野菜の方がねって思うのよ、うん、まあ、そこまで言うとハニヤ豊かの世界になっちゃうけど、うん、でもやっぱり大事なことなんだよ、真央ちゃんが今言ったことは。同類食ってんだ、同類をよ。そうだね、おい、だって果物ってほら食べてもらうために見たら美味しくなるわけじゃない。熟してこう色も香りも甘くなったりとか ねするわけだけども、絶対そんな哺乳類とかがそんなことするわけないじゃん食べてもらうために。そうそう、だって僕の肉を美味しくして。そうだ、だって哺乳類が本当に成熟する時っていうのは子孫繁栄のために成熟するわけでしょ、うんうん、ね、猫の盛りでもそうじゃん、こう体にこう、うん、そういう生理が巡って、うん、今なら子孫残せるよっていう時に成熟するのに、うん、じゃなくってそれを殺す方向だよね、うん、どっちか、ね、今脂が乗ったからみたいな。うわうわ不正だよね、そんな感じだよね。でもね、しなそうだよね、うん、今思った、そうやって、うんうん、そうそうだよね、素晴らしいですね皆さん、ね、今日は
でもなんか人間もそういう傾向ないですか。例えばやっぱなんか10代の子ピチピチな子はなんか今がなんか一番き、うん、輝いてると綺麗な時とかやっぱりチヤホヤされるでしょ、うん、なんかそれってなんかこう動物こう私たちが動物を見る目と似てるよね。今が一番こうああ面白い面白い面白いカルチャー盛んだからみたいな、うんうん、あるある、うん、だから今のそんなに消費しちゃいけないよね。いや大事大事、うん、すごい大事。特に女はそう思うよね。なんかそんな風に思われたくないよね、うん、だからよ K ジャンプ、うん、ねえなんかそういうところからやっぱり K ジャンプって言われるとなんかちょっとそれ違うんじゃないって。すごい差別よ。何よ妊娠線だなんて。差別だよ K ジャンプ。妊娠線ねえ、うんまあ、いいネクラツンボ言ってもいいけど K ジャンプダメ。 K ジャンプダメ。そうだね、クロンボとか言ってもいいけど、うん、K ジャンプダメだよね。 K ジャンプダメダメだよね、うん、母だよ言ってくれたら母だよ。わった NHK K ジャンプダメ。カタピラいいってもんじゃないよね。そうだね、言葉としてそうだよ、ね、天皇ほら面白いよ。面白いですね。なんかこういろいろつながるよね。面白いね。なんかやっぱりこう一つこういろんな点がちゃんとこう並んでるっていうか線になってるよね。そうなんだよ。全部源が一つ。そう、源が一つで同じ方向向いててまさにベクトルだよね、向こう。はいはい。面白い面白い。でこう前見ていながら後ろも見てるんだよね、俺たちね。目玉って丸いじゃん。うん、目玉の裏側もあるわけじゃん。うん、あそこも絶対見てるといつも思ってるんだよ。前だけじゃない。こっちも見てるし、うん、上も下も。なんかそういうのをさ、手配とかで感じるの。それそれそれ。こう後ろから誰か来た時に、うん、来た時にやっぱりなんかこう見えなくってもなんかいるってこうふっとこう振り返ったりするのはやっぱり気配はね、うん、こう後ろの目が見てると思うんだよね。本能なんだよね。本能を研ぎ澄ますってことは大事だよ。だって目が見えないのに自転車乗れる人いるんだよ。ああ、そう。だって目が見えないほど感覚研ぎ澄まされてるとか、うん、そういうことってたくさんあるでしょう。うんうん、だからやっぱりさっきの闇の中に身を置くといいじゃないけどさ、そういうとこに一回ボーンと行っちゃうと面白いかもしれない。だから一回ね、そういう集まりなかったっけ、あの なんだっけなんとかインザダーク、あ本当にプライド、そう本当にもう真っ暗の中にみんなで集まって何かするっていうのが闇鍋とかね、乱交、うん、パーティー、いやそれまたちょっと違うから、それまた瞑想とかするんですね。そうね、だからきっとねそういうとこに行くとね、うん、こう声が聞こえる方向とかもそう多分ね見えてる時とは違うと思うんだよね。あ、面白い。やっぱこう視覚の状況ってすごくこう見てるから今真央さんが声がこっちが聞こえるとかいうのは見てわかるけど、うん、もしこれ見えてなかったらどっからやろうってすっごいこう一生懸命本当に聞くっていうことを真剣にすると思うんだよね。匂いとか息遣いとかすごくそういうのって大事だと思う、うん、どうだろう。すごい大事だよ、うん、すごい。それがさっき俺が言った感覚の複合性なんだ、うん、バラバラになっちゃったものはもう一度ワンネス状態にするってことだね、うん、レリジョンっていう英語が採血っていう意味があるのと同じ、うん、再び結ぶ必要はバラバラになっちゃってるから、うん、なんか今さ電気なるべく使いたくないなと思ってさ、うん、かなり夜になると家なんか暗いんだけどいいじゃんそれ、ろうそくの光、あいいやいいや、あの階段とか手探りで、うん、足探り手探りで降りてくる。でもこけないでねでもね慣れてきた、うん、あそうなんだ。意外とね平気になってきた。この人ねこけてもね、うん、怪我しないんだ、私と違うねこれとは違うやっぱりダンサーだから体が身のこなし方が違うんだね。でも日本自然になるんだ。ただね、どうしてこんな何もないところで自分は転んだんだろうっていうことはある。それだよ、これまさに何もないところで何もないところで犬も棒に当たるとかさ、猿も聞かれるしっていうのはそれなんだよ。そうだね。で、そういうことを思うと間違いとか失敗っていうのは大したことじゃない、全然大したこと、みんなそれはもう大げさに言っちゃってるのはこの疲弊文明の悪癖なんだよ。全然これっぽっちのことはこんなにして言ってるの、ああもうダメ、ああもうダメだ、ダメないんだよ大概ほっとくと解決しちゃうことは多いよね。ほっとくとかこう一歩引いてこうなんか俯瞰してみるとなんかあなんだみたいなところでこう解決策になる。なんだ、切れなくなっちゃったじゃんまあいった、ね、うん、あれね、そのベクトル美人ってことなんだけど、もう
さ、なんだろうな、やっぱほら土方さんが好きでさ、こうやって何度も何度もこうやり直してはね、叩き壊しているんですよ。でまあ術工と相まってさ、いろんなことをしてかして、これからも虎視眈々とねやってる状況なんだね、うん、覚悟しなさい人類。なんかベクトルってこう一つのなんだろうな、そういう方向じゃない、方向、うん、こう力とかの強さも加わった方向っていうか、すごいこうパワフルなものだよね。そうそう、じゃあすごく寄り道をしながらそっちに行く方法もあれば、うん、あるね、こう散歩最短距離で、そうそうそう、行ける方法もあるし、ちょっとさ、何にせよこう自分の力でこうしっかりと進んでいくみたいな、そう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 、自分の意志とか本能とか欲のままに行くみたいなこと、そう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 、だからさっき真央ちゃんが言ったこう寄り道しながらっていうのをあえて意識してしたの方が土方だ、これこうやってパッと取る場合いいの、こう全然取らなくてもいいわけだ、うん、これ無限にあるわけよ、うん、目的をなくしちゃう、へ、なんかでも社会生活あんまりそれやってるとさ、うちの娘なんかそれの達人だからさすごいんだよこいつの娘は、なんかもう本当にさ、教科書にさ、うん、教科書をランドセルに一冊入れるだけでも、うん、かなり寄り道するんであいつはイケてる、学校でもそれやってるからさ、もういい、さすがかっこいい、さすがだね、魔王以上にかっこいいいや本当にでもさ、言われちゃうんだって、うん、なんかこう先生の言うことが一番大事だと思ってる子とかいるじゃない、うん、先生さえ言われちゃうんだって、ちょっと早くやるなんでそんなグズグズしてんのいつもみたいな、ぶん殴れんなもうどうしたもんかねと思って、でもなんか、うん、まあぼーっとするのに忙しいからそういうのはあんたがやってよって言えばいいんじゃないのって、ね、Not my problem、 そうそうそう、やっぱりね、あのみんなそれぞれ適した能力ってのがあるから ね、 そうそうそう、 Not my problem、 I am no problem、 your problem、 OK、 これシンプルな、てめえに問題があるからガタガタ人に指図自分に問題ないやつ誰も指図しませんねえ田島さん、本当にそうだ、みんなこの戦争とか嫉妬とかみんなそれ、自分が充実してれば全部 OK、 はい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 、それはそうなんだよね、いろいろね、そうだすいですからね、だからまあビーガンもさ、自分がこう充実してればあんまり言わないのかもね、人にビーガンになるのね、言わない言わない、どれも言えば人なんだ、ね、うん、だから俺がそれを言う世界とは絶対無関係なんだってこと、そう、なんかあの週刊誌とか読んでる人私見てても思うんだけど、結局自分自身退屈だから人のことにまでこう興味があるんだってもしも自分のことでいっぱいいっぱいだったら他人のことなんて絶対眼中にないよね、かまってられない、かまってられへんもん、そんな暇ねえもん、そうそうそう、いやいや私そんな暇ないしって思うから、本当にそう、それ大事な、人のことなんてどうでもいい、でも大事な人のことは気になるけど、そう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 、もう別に芸能人とかどうでもいい、本当、どうでもいい、週刊誌もね、だから要するにそれはもう自分の趣味でそれこそベクトルでピックアップすればいいんだよ、あ、ここは私の、瓶に、私の地に、本当ルイ友でおかげさまで私の周りあの、ね、やっぱ同じような方向向いてる人が多いので、イケてる気違いがいっぱいルイ友ね、ルイ友ないね、ほんまイケてる気違いばっかり、 Quite crazy、 yeah. いいよね、こういうことまた堂々と言えるっていうのもいいよ ね、 そ う、 ね、なんかそういうこと言っただけでさ、なんかそんなこと言っちゃいけないとかって、ね、そう難しいこと、これ NHK では言えないんで、言えないけどね、フジテレビでも日本テレビでじゃないカオスだから OK だね、バーン、サメスレがビビっちゃうよ、あら週刊誌は難しい、何年見てないんだろう週刊誌は、私もあの売ってるけど読んでないですあ、それでね、さっきのあの本の松岡聖吾とか、You っていう、遊ぶって書いて You っていう月刊誌を、雑誌を作った男で、これがまあさまじい雑誌で、未だに金字塔、あれを超える雑誌ない、本当にそれだけ雑誌って一言で言うけど、まあ雑誌じゃないよねあれあれこそ雑誌って言ってるじゃん、雑草という言葉があるじゃん、
雑草ってすごいじゃん、うん、アスファルトとかさ、うん、コンクリートの割れ目から出てくるじゃん、うん、ものすごいエランバイタル、うん、生命力が、うん、雑って雑念とかさ、うん、悪い意味で使われがちなんだけど、うん、ところはとんでもない、あるいは地味っていう言葉もあるね、うん、言い方も地の大地の味なんだから、そうだよ、一番高級なんだよ、うん、いや、うちさ、ガレージのさ、コンクリートの間だからさ、うん、あのスカンポ、板取り、うん、一本だけこうやってなんか、うん、そうニューッとガレージのコンクリートと壁の間の隙間からこうやって一本だけ板取りが出て、うん、それをずっと積んでは食べてうまいだね、取っても取ってもまたずっと食べてくる、幸せなダーリンでね、美味しいんだよね、板取りね、うん、あ、ちょっと酸っぱいんだっけ、そう、あ、でもね、炒めちゃうとそうでもない、あ、そうなんだ、うん、日本のルバーブだよね、あれは、あー、そうだね、そうだそうだ、ルバーブ大好きなんだけど、日本にはないじゃんと思って前に行ってたら、そう、板取りがその代用できるとか、なるほどねと、さすがシフィデキングね、さすが警察ピーピーちょっと自分から言っちゃえばいいよね、そんなに言うから言っちゃったらね、もう一緒あ、もう終わりだから、はい、じゃあもう終わりますね、今日すごいわ、今日ありがとう、みんなあばよ何それじゃあな